これ母のプレゼントなんで、ね、はい、足りるかな。今年の母の日は母を美容院に招待することにした。若いお兄さんにやってもらって若いお兄さん縁がないもんね。じいさんにも縁がないのよ。もうほとぼけ何もないの。しね。あ、はいはい、はい、大丈夫そうでしょうか。はい、結構です。このお花はうちとおばたんからのプレゼントです。ほんとかよ。嘘だよね、かわいそこっちゃ。んで、ちゃんと今ほらいいとこがあるんだ。おばあちゃん聞いてやって。それで、うちにとっておばあちゃんは母のようです。これからもよろしくピー。いや、ほんと？ほんとだけど。どこに置いてあったの、こんな素晴らしいお花。あららら、これうんこショップ。あらら、この子第2、5月の第2日曜日です。だから母の日でした。母の日か。お花を差し上げました。ごめんなさい、お世話になっております。ごめんなさい。全然頭にありません。すべては忘却の彼方へと去っていった。